い、今日は1分間連続でプッシュアップをやっていきます。1分行ったら30秒休んで次のセットに行きます。また30秒休んで、次は30秒連続でやります。30秒休んで次膝つきでやっていきます。合計5分間、4分半ですね、のワークアウトになるので、時間がない人もぜひやってみてください。以上です。